はい、背番号1番明治大学出身明神大地です、はい、ゴールデンウィーク最終日ですが今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。本日の賞金はスライダー。
今日は2本のヒットを打ったのかな。
ことです。はい。1本目がどういう場面でした？3対0で負けていて、ワンアウト1、2塁の場面で、2打点打ちました。ああ、ナイスバッティングでしたね。さあ、ありがとうございます。2本目が、滝野さんの後の同点の場面で、勝ち越しのヒットを狙ったんですけど、止まっちゃったんです。そういうことですね。あそこもナイスバッティングでしたね。見事でしたね。ありがとうございます。さあ、いかがでしたか？最近の、ね、ちょっと昨日も打てなかったのかな？すごく悔しくて、寝れずにバット打ってました。おー、ナイスバッティング。それじゃあ、ファンの皆様にも一言、メッセージお願いいたします。はい、天気悪い中、応援ありがとうございます。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございます。クラブゼローズ80… さあ、池田選手、ナイスピッチングでした。ありがとうございます。いかがでした？今日はどういう気持ちでマウンドに立ったんでしょうか？なんとかしてやろうと思ってマウンド立ちました。いや、ね、中継で、カメラ映ってましたけども、はい、非常にいい顔をしながらね、必死な顔が伝わってましたよ。はい、ナイスピッチングでしたね。ありがとうございます。さあ、それではファンの皆様にも一言お願いいたします。はい、皆さんの応援のおかげで思いっきり打ってくれました。ありがとうございます。これからも応援お願いします。はい、ありがとうございます。それでは、さあ、福田投手ナイスピッチングでした。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。さあ、今日はどういう気持ちでピッチングマウンド立ちました？今年初めての3点以内の試合だったんで、めちゃくちゃ気合い入れてやりました。おー、福田投手はいつもね、マウンド上でこう非常にこうニコニコした感じで余裕があるように見えるんですけれども、その辺はいかがですか？わかんないです。まあ、今日は気合い入れて投げてたということですね。はい、はい、それではじゃあファンの皆様にもメッセージ一言お願いします。いつも応援ありがとうございます。来週も勝つんで応援します。お願いします。ありがとうございます。さあ、福田投手には勝率回、さあ、9回石本投手ナイスピッチング、ありがとうございます。いかがでしたか、自分の今日のピッチングは？みんなが頑張って最後までつないでくれたんで、頑張ろうと思って投げました。なるほどね、見事にピシャリと抑えてくれました。それではファンの皆様にも一言メッセージをお願いいたします。これからもっともっと勝つんで応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日に使いたい、さあ、監督、今日の試合いかがでしたか？そうですね、福島さんの、若松投手は最初ちょっと打ち上げたところがありまして、ただ途中からね、いいつなぎで、よくつながったと思います。またね、初スタメンの林がね、はい、いいところで打って、いつも日の目の見ない仲間であったり、林が活躍してくれたことが、まあ、チームのいい活性化になるんじゃないかなと、まあ、そういう、ね、準備もしっかりしてたと思いますし、まあ、全員で、ピッチャーも含めて出た選手もまたベンチも含めて全員で勝ち取った、勝利だと思います。いやー、ナイスゲームでしたね。さあ、そして監督、今日はね、ゴールデンウィーク最終日ということでね、ユニフォームを着た子供たちも来ております。ファンの皆様にメッセージをお願いいたします。ゴールデンウィークの最後のお忙しい中、グランスローズの試合に見に来てくださって、ありがとうございます。私たちは本当に皆様に応援されて、支えられて、戦ってます。いつもその感謝の念というのは、忘れずに、まあ、選手ともども伝えてはいるんですけども、まあ、こういうところでまたね、こういう足を運んでいただいて本当に感謝しております。ありがとうございました。またこういう野球のユニフォームを着た、子供がね、やっぱり最後まで諦めないこのグランスローズの姿を、逆転した姿をね、見ていただいてことに、ちょっとはお手本になったかなと思いますので、またこれからやっていく上で、最後まで諦めずに、なんていうんですか、
子供たちにもね、頑張ってプロ野球選手目指して頑張ってほしいと思います。まあ、仲間とね支え合ってやってるんで、自分一人じゃ何もできないから、みんなとチームワークよく頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。